秘密基地にやってまいりました、はい、メルセデス・ベンツ・トランスポーター T1N 大きいね、うん、でこの辺のゴミに近いものはもう全部捨ててしまって出そうかなと、スケルトンになりました。天井もこの状態、いい感じ。なんかもうこのままでいいかな。前はあ、まあこのキャンピング仕様にした時の純正革が、うん、その車としては後からですね。ああ、よろしくお願いいたします。30、40で30センチで40センチ。30ミリ、40ミリ。めちゃ買いました。多分ね、2万円相当ぐらい。木を全部天井に打ち付けました、この木に天井というか天井用の板を打ち付けて固定させます。
おお。また加速だけどな。え？ああ。絶対食うよね。あの鉄板するもんね。うん。今なんとか天井を全部固定し終わってます。あとウレタンフォームを入れるんだけど、この合間になんかね、意外と入ってくんないんだよな、このフォーム見て、あんなのちゃうよ。天井できました、こんな感じになりました。そういうことだわ。バッチリじゃん。素晴らしいじじゃーん。というわけで床が完成できたね。イエー、着いた着いた。しつこい。トルクがかからんとプスンと落ちる感じですよね。そうで、あとはやっぱりあのチョークが効いてないような状態で、ああ、ええええ、
おっちゃんねるです。どうも。いよいよあのキャンピングカーの別車、このベンツのベントラ帰ってまいりました。こういうこと。おお、ぴったんこじゃん。ご覧ください。これで窓枠が全て完成しました。なんかこれ椅子っぽい雰囲気、まあこれタイヤケースのカバーしてるだけなんですけど、そのまんまもう柱の頭になる感じ。ひとまずここまで作りました。
Thank you.
ちょっと座ろう。やらしいな、これが。ということで皆さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。Oh!